皆様こんにちは。今回はゲットレディウィズミーをしていきたいと思います。はい、新年一発目のゲットレディウィズミーになります。ピン止め止めます。前髪ちょっと伸びましたよ。どうしよう、伸ばそうかな。そしたら S4 使います。もうすっごい乾燥が、暖房の乾燥で今またね、唇はこれ塗ってます。フィジシャンフォーミュラのプランプポーション。もう普通のリップクリームじゃダメなぐらいになっちゃいました。感覚がなくなるぐらい乾燥してる。すごい。今日はですね、アウトレットに行く予定と、あとダイソーに行きたい。掃除用具とかがね、切れちゃったのでダイソーに行きたいなと思ってます。で、これ使います。アウトレットでね、なんか買いたいですね。なんかトゥーフェイスとかね、あのコスメのアウトレットのとこに入ってるらしいんですよ。まあトゥーフェイスはマックと同じ会社らしくって、日本ではまあアメリカとかそっちでは分かんないんですけど、だから同じ会社で取り扱ってるから、同じそうアウトレットにもあるみたいで、だから 見に行きます。そしたらパウダーはフィットミー使います。メイベリンフィットミーのプレストパウダーをエルフのブレンディング、アルティメイトブレンディングブラシで乗せていきます。人が多い気がするな。でも今日はめちゃくちゃそしたら眉毛使います。もうなんかこのブラシで I'm into it を乗せてるから、すでにもう赤っぽくなっちゃってますね。一石二鳥。で、今日アイメイクはですね、このパレットを使います。ミラニのピュアパッションアイシャドウパレット。これ可愛いですよね。これ日本のアマゾンで輸入しました。日本のアマゾンから買えた。ではここのまずマットをアイホールにのせます。で、そしたらクリースにこの隣のカラーを入れます。これを、アイホールの内側に入れます。めっちゃ可愛いね。こう偏光パール系のカラーなんです。ピンクっぽい、オレンジっぽいみたいな可愛いカラー乗せたら、次その隣のこれを下まぶたの目頭側と目頭に入れます。で、そしたら濃いカラーで目尻を引き締めます。で、ビューラーをします。そしたらケイトラッシュマキシマイザーを塗ります。またラブライナーの黒でラインを引きます。で、ケイトレアフィットジェルペンシルでインラインを引きます。よし、
このウェット&ワイルドのブラウンの編集で下のインラインも引きます。そしたらシェーディングウェット&ワイルドを使います。ノーズシャドウとシェーディング、なんかすごい日焼け肌みたいな写りになってますね今。なんでだろう。あとこの間動画リクエストをねインスタで募集したら縛りメイクが結構多かったので、ちょっと縛りメイクもねやっていきたいなと思ってます。チーク、チークこれ使います。ローラーメルシーブラッシュカラーインフュージョンのジンジャーカラーを使っていきます。ジンジャー使うの何気に久しぶり。05番のフレスコばっかり使ってたので久しぶりで、ハイライトローラメルシエじゃないメイクアップレボリューションミニチョコレートハイライターのローズゴールドグローを使っていきます。これのゴールドの方を使います。これも超おすすめ。このブラシはフローレスコンシーラーブラシエルフの、これね密度があってすごいハイライトにもいいと思います。まあもともとコンシーラーをブレンドするものだと思うので密度がすごいありますね。ちょちょちょで、リップは最近ハマってるメイベリンのカラーセンセーショナルリップスティック MNU11 を塗って、まあ、これだけでもね、まあ、可愛いし大好きなんですけど、アナスタシアのアンバーを塗ります。これねセフォラではもうねアンバーがなかったんですよね。どっかで買えるのかな。なんかちょっとヌーディー感が出されます。で今日帽子かぶっていきたいと思うので、まあ前回ね帽子の動画出してると思うんですけど、髪を同じように巻いていきます。前髪と後ろはまた三つ編みでいいかなと思ってます。伸びたな。これクリップハイプのねあれライブ T シャツ超愛用してます。そしたら前髪を巻いていきます。このコテで細めのやつで、あマスカラ塗るの忘れてる。わあ巻きすぎたし、なんで巻きすぎちゃったから、もう必然的に今日は帽子をかぶらなきゃダメな日になりましたね。熱っ、あちちち巻きすぎた。そしてマスカラ忘れないうちに塗ろう。これ塗ろう。 MAC のインエクストリームディメンション 3D ブラックラッシュ、ホリデーのセットに入ってたやつですね。熱い、やけどしちゃったね、しちゃったね。うん、結構ボリューム出ますねこれ。あちあちちあち足もつい。そしたら巻きます。毛先を巻くぐらいかな。よし、顔まで焼けないで三つ編みをします。これはね前回の動画でやってるので、それを見ていただけたら方が分かりやすいと思います。よし、そしたらこれにしようかな。絶対寒いからな。これか、これ、まあ、洋服に合わせて決めようと思います。